じゃあ、はい、今日はですね、横浜ベイスターズ、はい、ソフトバンク、DNA、まあ、中日と、はい、で活躍された田村仁さんをお呼びしました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、まあいろいろ聞きたいことは山ほどあるんだけど、まずは両リーグを経験したじゃない。はい、でましてはソフトバンクという強いチーム、うん、まあ今年も日本シリーズで日本一になりました。はい、まあセパとの違い、なぜソフトバンクは強いのかっていう、まあそこから話をやっぱ聞きたいよね。ああ、で難しいですけどね。何が違うのかって。でもさ、仁がいた時は。はい、セ・リーグもパ・リーグもそんなに力の差はなかったよね。そうなんですよ。ですからもうここ最近はずっとこうパ・リーグがこう日本一になってるようなイメージですけど、僕がもう入った頃っていうのもやはりこうセ・リーグが強かったっていう時期がありましたから。あったよね、はい、でもこの差になったのをさ、うん、まあ当時横浜ベイスターズからソフトバンクに行ったじゃない、はい、その違いっていうのは感じた？何か、まあ、これは強くなるぞとか。僕はやっぱりこう打者なので、うん、その打者からの目線でいうとピッチャーのやはりもう今もそうですけど、うん、球速の差、強さっていうのが違かったですね。それ全然違った。もう速いっていう。セ・リーグの場合はブルペンとか後ろの方のセットアッパー、クローザーっていうピッチャーは速いピッチャーいましたけど、先発150キロを超すっていう投手がやっぱりいたので、その部分でもう用意ドンからこう追い詰められてるような、そういう感覚はパ・リーグにいてありましたね。いや俺も日本ハム1年行ったじゃない、はい、当時93年に移籍して、その時でも例えばイラブだとか野茂英雄だとか、やっぱそうそうたるパワーピッチャーがいたんだよね。いやもうやっぱりね、そういうなんですかね、昔からのなんていうんですかね、パ・リーグは本当にこう力っていうか、うん、球速があって力でねじ伏せる。セ・リーグの場合はなんかボールを振らせるっていうような感じだと思うんですよ。だからバッターはもうパ・リーグは本当にこう強打者というか強いスイングができる選手が育ちますし、うん、セ・リーグの場合はうまくこう当てたりとか選球眼とか見れるような好打者がやっぱこう増えるのかなっていう印象はちょっとありましたね。うん、でも球場も広いじゃない。やっぱ今ちょっとこうね狭くなってますけど、同じようになったけど、僕だって1年前行った時にやはり横浜スタジアムは狭いじゃないですか。うん、いや当時は広いって言われてたもんだから、俺らの時はね。いや僕らの時でも狭すぎるって言われてたんで、そこから一番広いヤフードーム、当時なんですよ、今ペイペイですけど、ヤフードームに行ったらまあもう広い、入らないよな正直。自分が完璧にこう打って、あ入ったなっていうのがフェンチョクです。僕それが、移籍1年目10本以上あったんです。だからそれがね入ってたら30本近く打てたっていうのがありましたけど、やはり秋山さんとかもヘッドコーチとかしてたので、その時に聞いたら秋山さんもやっぱりこう最初に福岡に来た時にはホームランが入らないから力が入って、逆にその力が入って硬くなってスイングスピードも遅くなって入らなかったっていう経験をしたって言ってましたね。そのために、はい、やっぱりこうウエイトだとか、うん、トレーニングはソフトバンクの選手っていうのは結構やってたんです。すごかったです。いやその当時のさ横浜ベイスターズと、ええ、移籍してトレーニング方法っていうのは全然違った？違いましたね。どんな違いがあったの？まあ僕がこう90年の半ばに入団した頃っていうのは、トレーニングっていうとこう筋肉つけたら硬くなるとか重くなるって言われた時代でしたから、トレーニング施設っていうところもみんなこうシャドーピッチングをしに行くのか、うん、練習をこう隠れる場所みたいな。そうだよね、憩いの場だよね。そうなんですよ。でそういう部分でベイスターズのその横須賀2軍ですけどね、施設があったんで、まあ器具もそんなでもなかったんで、昔から古いのがそのまま錆びて置いてあるみたいな感じだったんで、まあそれがまあ移籍よりちょっとこう前ぐらいになったらまあトレーニングするようにはなりましたけど、ホークスに行ったら小久保さん、まあ、松中さんっていうのはもうすごい鍛えますし、秋山さんもトレーニングするんですよ。もう筋力トレーニングで施設もすごい広かったですし、そこでやっぱりこう体作りっていうのは一番首位って大事だよっていうのを言われて、当時の僕がホークスにこう移籍した時の選手たちっていうのはパーソナルトレーナーを自らの自腹で雇って、うん、でトレーニング施設でみんなこうわちゃわちゃやるっていう。それはベイスターズでもなかったの？雇うっていうことはなかったです。全くなかったですね。やっぱ自分に金をかけてるっていうのが全然違うね、と思いますね。まあ、そこでこう向上心もあってやっぱりいいものをこう出そうと思ったらより一層こういいものを探し当てて、そこで自分に投資をするっていうことができる、チームだったかなと思いますね。まあ、今年のさ日本シリーズを見てやっぱ何を感じた？いや、確かにさ、例えばさ巨人が調子悪かったんだと、ソフトバンクが絶好調だったんだっていう、簡単な位置づけじゃないじゃない、なんか見てると。まあそうですね、力の差がなんか歴然としてたような感じだよね。何を感じた？まずね、千賀投手と菅野投手、そのエース対決、ボールの強い投手の2人ではありましたけど、まあ、攻め方もそうだし、なんかバッターですよね、あの時は誰でしたっけ、栗原君が打ったんでしたっけ、そうそう、栗原が最初の先制ツーラン、そうですね、うちに入ってきたのは打って、まあ、それでも力を見せつけたっていうのがあるんですけど、逆に言ったら、ジャイアンツの方の、まあ、セ・リーグのホームランキングの岡本選手か、バットへし折られたじゃないですか、初球だよね、あれでちょっと、んって思ったんですよ、もうその時点で、なんかこう、4番の主でもあるチームのね、あの大黒柱じゃないけど、選手が力で負けたっていうところから始まったんで、ちょっとこれは、怪しいなとは思いましたけどね、ちょっと相手にならないぞというふうな予感はしたでしょ。はい、その昨年の戦いっていうのもありましたから、ちょっとありましたね、その1戦目で。でもまあ1戦目で感じたっていうことは、もうそのまま4戦続くわけだけどさ、力の差が、だから歴然としたよね、今年は、力の差っていうのはね。だからもうピッチャーのだからその強さっていうか、まあ最終的にもね、継投とかもありましたけど、まあ、あの球速が速くて力があって、まあ、モイネロはすごかったですけど、モイネロはあそこもう出したらもうちょっときついような感じなんで、まあ、あとは、ね、シーズン中も多く投げたブルペン陣っていう強さもあったし、でバッターもやっぱね、ここっていうところで柳田、あのパワーのすごさっていうのは一発で、ね、逆転しましたし、最後は。だって30分攻撃して1点しか取れなくてさ。3秒で逆転だからさ、もうあんなことないですよ、もうあれでもチーンですよ。でもソフトバンクのさ、これはやっぱり歴史がつながってると思うんだけど、今年急に強くなったわけじゃなくて、やっぱり歴史があるじゃない、その歴史の1ページにいたわけじゃない、それはやっぱり育成とかさ、なんかこう、球団の体質みたいなのが。他とは何か違うっていうのはあるの？あるかもしれないですね、まあ、あのトレーニングであったらやはりあの筋力トレーニング、高西先生っていうあの元ボディビルの選手であって、先生が途中から入ってきたんですけど、もともと長崎の方でジムやってて、あの時は杉内ですかね、杉内が三菱重工長崎ですかね、いた時にこう教えてて、彼もこう変わったっていうのがあったみたいなんですけど、もう基礎から何からもうフォームから全てトレーニングを若手に教えてくれるんですよ。僕らも教えてもらってましたけど、でそこで基礎体力っていうか、あの筋力っていうのをまずつけさせる、全選手ですね。でそこから技術練習になってくるんで、だからもうパワーもつくし、体も大きくなるし、球速もいきなり10キロ上がる子とかいましたから。だからまあ最初から技術練習っていうよりも、やっぱりしっかりした体を作れと、幹を、そこから技術をつけろっていうような、もうそれがもう一貫してこうそうやってんのかなと思いますね。だから僕がいた頃はそのね、2軍施設、まあ3軍とかもありましたけど、2軍施設でガンノスっていうところにあって、で斎藤崎っていうことであの室内練習場とかありましたけど、今は筑後の方にすごい施設あるんで、そこでもういろいろこう自分のデータを見ながらとか。そういうものをやって体作り、あと食事も、僕入ってびっくりしたのはキャンプ中にすごい食事出るんですよ。ああそう、だから僕外出なくていいやと思いました。もうホテルの中で豪華です。もう出なくてもいいぐらいに肉から何からもういろんなものが置いてあって、そこからこうピックアップして食べればそれだけで体できますから。まあ例えばさ、ベイスターズも DNA も中日も経験したわけじゃない、その中でやっぱダントツなの？ダントツでしたね。やっぱ体を作ることと食べること、っていうのは大事だと思いますね。で毎回こう差し入れも、まあ、当時ね、あの王会長が監督だったですし、差し入れがすごいですよ。いろんな高級な肉だとか、そういうのもこう毎回こう試合中もありますから、ホームにはそういうのをこうみんないただいて。でもさ、今仁から口に出てきたのが、はい、松中とか、はい、国防、秋山、うん、杉内とか、はい、もうそうそうたるメンバーがいるよね。そうですね、やっぱスカウティングもまあ大事ということは大事だよね。 まずはそこになると思いますね。あとはやる人間だと思うんですけど、うん、まあ練習しましたからね。練習する、やっぱり、はい、びっくりしました。僕横浜の時にはなんかこう練習をやっちゃいけないっていう雰囲気だったんでまあちょっと「えお前何してんの?」っていうような感じの雰囲気があるよね。そうですね。何アピールしてんのっていうふうな風潮があったんで、横浜からホークスに行く前の時代ですよね、うん、はい、なので行ってからはすごかったです。練習し逆にしてないやつに「俺お前しなくて大丈夫なの?」みたいな目で見られるっていうことか、はい、ホークスの方ですか、うん、そうですね。っていうか上のベテランの先輩方がやるから、やっぱりそれを見て先にも帰れないですし、うん、でもっとそこに追いつこうと思ったらやらなくちゃいけないっていう。そうだよな、はい、もう背中でこう見せてくれる、まあ、声もすごかったですし。声も出るよな。すごいです。いや、いいキャンプするよな、はい、だから多分あそこでのキャンプ、初日からの元気、体力作り、体作りっていうのが1年持つんだと思うんですよね。うん、うん、自信にもなると思いますし。だからやっぱ体が変わった。いや、もう全く変わりました。あ、やっぱそう、はい、まあそれでも怪我とかしてましたけど、僕はパワーもそうだし、まあ、1年目っていうのは移籍した時っていうのは僕肉離れしながらずっと出続けましたけど、やっぱりこう体作りもそうだし、今までその13年間の中で一番試合出ましたからね。まあ巨人の選手を見てて、ソフトバンクの選手を見てて、はい、鍛え方というか、うん、根本的な肉体が違うっていう風な感じも受けた。あ、僕がですか、うん、どうですかね。いや俺さ、甲斐の9番、あのスイングを見た時にさ、これあれ相当振ってなきゃあそこまで振れないよ。まあそうですね。力もないと、はい、そう思うでしょ。まあそれはあると思います。彼も本当大きくなりましたからね。大きくなったよね。下半身とかも。だからあのスイングを見た時にやっぱ相当鍛えてんだろうなと思ってたけど、それは感じなかった。まあそれはあると思いますね。だからその、まあ、個々で、ね、足の速い選手とかいますけど、まずは振れないとダメだっていう考えなんですよね。バットをね。バット。ですから、いい例に言うと、まあ、柳田なんかはそうですよね。入ってきた時にはもうベースの前のワンバンを振ったりとかするような選手だったけど、フルスイングとかオーバースイングっていうか思いっきり振るっていうことには長けたんで。まあそういうものができたからこそ、そこからアジャストしだして配球を考え出して今に至ってると思うんで、振るっていうことはやっぱり順番が大事だっていうことだよな。まず育成からその3軍もあるとは思いますけど、うん、まずは体作りで、まあ、トレーニング、食事、まあ、まだ、ね、高校から入ってきた子なんか子供と一緒ですから、うん、そこで体を作ってから、あとはその首脳陣に任して技術を磨いてもらうっていう、そういう段階を経て、そんで1軍に来るんですけど、やっぱりもう1軍のメンバーってやっぱすごいじゃないですか。だからその分焦りはないと思うんですよ、逆に、うん、まあそこまで作っていこうっていう、うん、いきなりこう出ようっていう選手とかそこまでいないと思うんで、うん、だから自分のまあノルマを決めて徐々にこうステップアップできて今が至るっていうんじゃないかなとは思いますけどね。育成の選手がポン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 出てくるじゃない、はい、あのシステムっていうのは何なの？僕も分かんないですよ。だからその今年もだから入ってる選手はね、千賀、甲斐、牧原なんか同じドラフトの育成ですから、そうだよね、その3人が1軍にいるっていう、うん、だからスカウトのコミュニティの輪のでかさっていうのも多分あるとは思うんですよね。うん、なるほどね、はい、その情報量っていうのが、だから千賀君なんかも彼愛知の方でしたっけね。そうそうそう、はい、だからそこまでこう無名だった選手をこう取って今エースにもしてますから。エースどころじゃないよね。まあ日本の代表する、はい、なりました。甲斐だってそうでしょ。まあ甲斐もそうですよ。日本一のキャッチャーになっちゃったね。はい。でもあれはなんていうんですかね。まあ日本一になってますけど、あの時達川さんですかね。あ、達川さん。はい。のおかげっていうのも多分あると思いますね。やっぱコーチ陣もいいの。いいと思います。あ、そう。はい。やっぱりこう選手をこううまく試合に出させるような、うん、そういうのはありましたね。はい、やっぱセ・リーグがやらなきゃいけないことって、うん、やっぱ体をまず作らなきゃいけないということと、うん、まあでもみんなやってると思いますけどね。やってるとは思うんですけど、そのジャイアンツもまあ3軍までありますけど、そういうふうな育成システムをしっかりと段階を経てやるっていうプログラムを作った方がいいのかなと思いますね。うん、あとは連勝すると、もうそこが一番ですよ。まあそうだよな、だって僕ホークス行った時には10時から練習でしたけど、みんな7時ぐらいにもう行ってもうトレーニングしてました。朝で終わるのは真っ暗になって宿舎帰るのはその12時間後とか8時とかはい、そんな感じでしたから。よくやってたね。なんかこうあっという間なんですよね。やっぱりこうやらないと、まあ、自分にも自信もそうですし、うん、なんか自分のやるべきことを、自分が劣ってることをプラスやっていこうと思うと周りもやってるから、うん、まあ、あっという間にその時間になっちゃうって感じですね。なるほどね、はい、やっぱりやらされてるっていうよりも、うん、みんなが個人個人やってるっていう感じがするよね、ソフトバンクはね。はい、もうやらされてる感は全くないです。全くない、ね、もう自らやります、みんな。はい、だからやっぱそこら辺が強いんだろうなと思いますね。で気持ちも自分からやろうとしたら強くなるしね、はい、気持ちがね、はい、多分だからやらされたらそういう選手ってもういやいややるし、自分の身にもならないから、どん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 消えていくと思います。そうだよね。はい、はい。